心してください。足元の弾はほとんど試作品で、装薬は空なので。どうですか私の部屋。正直に言うと、お招きするのすごく気が引けました。和めるようなもの本当に一つも置いてないし、前までこの部屋を当然と思ってたなんて。でもだからこそちゃんとお見せしたかったんです。この部屋が示す通り、私は機械。ゆかりさんやみつるさんのような人間の女性とはやっぱり違います。前はそれを悲しいって感じましたけど、でも私見つけたんです。死のない私だからこそ言える言葉があるって。私あなたを絶対に一人にしません。あなたの命の終わりが、たとえいつどんな形で訪れたとしても、私はその時必ずあなたのそばにいます。あなたのことを思いながら。そうだ、これを受け取ってもらえませんか。それ私がムーンライトブリッジで倒れた後にミツルさんに頼んで届けてもらいました。私もうあの時とは違います。怖くない、諦めない、何度だって立ち上がってみせる。あなたの隣で戦い、あなたを守ってみせる。その証をあなたに持っていてほしくて。私のかけらです。人とつながって過ごすのが生きるっていうことなら、私誰よりもあなたとつながっていたい。いえ、あなたとつながっていることが私にとっての生きるという。これからも私の一番の大切はあなたのそばにいることです。お願いが。ちょうど首元のこのリボンの結び目あたりの奥に、私の一番大切な部品が収められているんです。私という人格の源、精神中枢、パピオンハート。非常に繊細で、ラボのクリーンルーム以外で露出させることは禁止されているんですが、それをあなたに触ってほしいんです。手で直に触れたりしたら、多分あなたの遺伝情報が焼き付いてしまうでしょう。でもそうしてください。私あなたと心を通わせたこと、この体にずっと残したいんです。ただの記憶なんかじゃなく、絶対に消せない方法で。ありがとうございます。嬉しいです。それじゃあ来てください。あの心を直に触られるわけなので、そのおかしな声や言葉が漏れたらごめんなさい。手足の動力だけは万が一のために切りますから。じゃあリボン解いてもらえますか。なんだ、部屋にこもってたのか。